尼崎市の西部地区でも最大級を誇る西向公園であります。もう近くにバス停があってですね、もう降りたらすぐにですね西向公園があるんですけれども、早速ですねこの西向公園の全体見ていきたいんですけれどもね、その正面から北の方へと進んでくると、もうすぐにですね交通公園、いわゆるですね標識が見えてきます。そして周りにはですねこのように青色のですね遊具類がですね、見えてくるんですね。こうやってですね歩いてくると右手の方にですねこのように汽車のですね遊具が見えてきます。そしてですね遮断棒はないんですけれども、このような踏切もですねこうやって置かれてあるんですね。先を進むとこのようにですね、交通標識がいっぱいあるというところになります。その左手の方にですね、公園ですね、児童遊園があって、コンビ遊具と、トンネルのようなですねシールド型のですね遊具類などが置かれてあります。まあこのような感じでですね、摂津市の庄尺の方にもですね、このような交通公園、まあ、ちびっこのですね公園があるんですけれども、まあそれをですね大きなですね広大さを持つこの西向公園の交通公園ということなんですが、先に行くとですねローマ字で西向公園というですね、白い花が書かれた絵文字があるんですね。そして右手の方、お手洗いがあって、その左側の方に、防災行政無線、その西向公園の交通公園のいわゆる北側になるんですけれども、こちらにはですねティンパニーの形をした日時計がですね置かれてあるんですね。1967年3月に2000当時は2000人の吹奏楽という名称だったんですけれども、その時に入場者出場者の全員によって、日時計が設置されました。関西テレビ放送、阪急電鉄、大日本、女中菊ですね、3社によって設置されて、1992年4月に、日時計が回収されたということなんですね。勝負池の方に近づいてくると、右手の方にはですねこのようにですね多くの花がですね咲かせてあるんですね。夏の花の主役であるひまわりもこの中には咲いてあります。そして左側の方に行くとですね、このようにですねもう緑の木がですねいっぱい植えられていて、今お子さんたちがですね元気に遊んでいる様子が見えていますね。その公園の中にはですねこのように上向こう橋がですねあるんですね。この公園の中にですね橋の名前があるのもですね珍しいんですけれども、ちょうどこちらが勝負池ということになります。こちらから先に行くとですねもう正面の方へと向かうことになるんですけれども、実は工事中ということですので、こちらから行くのは避けたいと思うんですが、その上向こう橋の上からですね見ると、このようにですね本当に小さな川がですね流れていて、小さなですね、動物たちがですね、泳いでいる様子が見えていますね。まあ何よりもですね本当に緑の木が多く植えられていて、そして周りにはですね、芝生が生え揃っていてですね、虫の鳴き声の方もですね響いてですね本当に、夏らしさを感じてきますけれども、先に行くとですねこのようなですね小さな池が見えてくることになります。そして右手の方にですねこのように休憩場所が設置されているということなんですね。こちらが図書池ということになります。こうやってこの周りにはですねこのように一段があってですね、渡れるような感覚になっていて、その左手の方にですね、水飲みできる水道、手洗い水道がですね3つも置かれてあるということなんですね。そして周りにはこのようにベンチも置かれていて、太陽に隠れてですね緑の木々でですね楽しむオアシスの環境が整っているということ、そしてその図書池を過ぎると手洗いが設置されているということですね。
その交通公園のいわゆる左側になるんですけれども、新幹線北の遊具があり、そしてこのようなですね、船のですね、遊具類もあるんですね。そうやって色鮮やかなですね、椅子もベンチもあってですね、本当に、このような晴れた日にはですね、このようにですね、芝生とともに休憩できるという環境が整っているということなんですね。そして右側もですね、このようになっていて、ちょうどですね、小さな小橋もかかっているんですね。そして正面の方へと戻ってくることになります。まあ、この西向公園、本当にですね、交通公園としても親しまれていてですね、汽車があって、ヨットがあって、そしてですね、交通のですね、いわゆる標識、道路もあってですね、まさに交通系のですね、環境が整っているという感じで、本当に多くの緑の木々がですね、いっぱい植えられているという公園なんですね。まあ、一度ですね、こちらの方に来たかったんですけれども、まあ、本当に緑豊かな公園、交通に愛されている公園ということも言えるかもしれませんね。今回は西向公園をご紹介しました。